ありがとう。じゃあ待ってね。悪かったな、急に呼び出しちまって。え、全然全然大丈夫。何？いや、まあ明日は高校最後の大会だろ。そうだね。いや、最後か、うん。お前に言いたいことがあるんだけど。え？そこで俺がホームランを決める。絶対に。試合お前に不甲斐ないとこばっかり見せちまって恥ずかしかったぜ。もうほんと最初はドキドキしたけど、でも先輩ならやってくれるって信じてたし。最近はそう言ってくれるのはお前だけだ。もう引退だし、お前とも会うことはなくなるわけだ。そっか、そうですね。お前あの約束覚えてるか？ん？お前、俺がホームラン取ったらお前に伝えたいことがあるっていう話。ああ、もちろん覚えてますよ。今伝えてもいいか？お前のことが好きだ。俺の恋人になってほしい。私でいいんですか？お前じゃなきゃダメだ。私も先輩が好きです。先輩の恋人にしてください。可愛いやつだな。よし、俺の恋人になるからには覚悟しておけよ。はい、帰ろ帰ろ帰ろ。手繋ごうぜ。違う。え、違うだろ。どうだろ。やだ、ケンカ。ストライク取られました。
ちょっと